はい。皆さん、こんにちは。今日は g p t 図のお話をします。YouTube の動画を作ってアップロードしたら、タイトルとか概要欄とか、そしてハッシュタグ、タグ、そういうようなものを入れたりしますよね。皆さん、自分の知恵を使ったり、今まで勉強したことをいろいろ工夫をして入れてみたり、大変だと思うんですけれども、 GPT 図を使えば一発で簡単にできますそして前にも一度ご案内はしたんですけれども今回はいくつかバージョンアップをしましたのでもう一度新たに解説動画を作りましたアップデートのポイントは概要欄の文字数今までよりも多めに文章を考えてくれるようになったことですそしてタグの方も多く作られるようになっています ここでタイトルとタグそして概要欄ここらのところのお話を少し基礎知識として覚えておいてくださいそれ以外にサムネイルというのも重要な要素なんですがこれは画像ですのでちょっと横に置いておきましょう何せ目立つサムネイルというのを作るということが大事なことだけ覚えておいてくださいそして次に大事なのがタイトルです タイトルによって YouTube がおすすめしようとする初動、これはタイトルを見て今のトレンドワードの動画かなとかいうようなことを YouTube の AI は考えて、そしていつも監視していい動画がないかなと探しています。そしてそれが引っかかったら次は概要欄です。タグではないです。 概要欄ですので間違いのないようにしてください。概要欄の文章を次は見て、あ、このタイトルで面白そうだなと思ったら、どんな内容かということを YouTubeAI は見に行きます。そこであまり情報がなかったら、まあ、例えば一例として大谷翔平の情報だというのは分かったとします。でも、これはニュースなのか、 もしくは大谷翔平のファンで熱いトークを語っているのかその他にはデコピンのことが好きだからデコピンと同じ犬のことを話しているのかなそんなようなことがもし概要欄に何も書いてなかったらどんんな動画かかわりませんよねだから YouTube は警戒してこれをおすすめしても流行らないかもわからないなと思ってしまうんです。 その逆でタイトルをきっちりわかりやすくたくさん書いてあったら YouTube は皆さんと同じようにそれを読んでくれてあこの動画はこういう感じの動画なんだな探していた動画とほとんどマッチするなと思えばおすすめに載せてくれるわけですそのおすすめもそういうことに興味のある人にだけ教えていくおすすめなのかもしくは YouTube のトップページに載せてもいいぐらい今のトレンディーな話題なのかということを判断してどこにどのぐらい載せていこうというのを決めます。それのこととをインンプレッションと呼んでいますですからそれがおすすめに載る人というのは同じような動画を出している人のページであったりとかそういう関連動画 とも言いますけれども、そういうところに載せようか、いや、見る人の趣味に合わせて載せようかとか、YouTube はいろんな条件を完備して、どこにおすすめするかを決定していくわけです。そして、タグというのは、例えば、大谷翔平というのでも、大谷スペース翔平なのか、もしくは、ローマ字打ちで、 昌平大谷とするのか、それもスペースなしにひっつけておくのかとかいうことでもしこれが英語であれば外国の人にも検索してもらったりできる可能性が出てきます。でもその英語というのもできれば概要欄とか説明欄と言っていますがそこにもそのように書いておく方がいいですね。大谷昌平、括弧平大谷 みたいなそういうような書き方を概要欄のどこかにですね埋めておくこれが一つのポイントになってくると思いますこれらが大体ざっくりとした YouTube の仕組みですそういうことに基づいて今回はアップデートをしましたこの後実践を見ていただきましょう今画面に見えているのが僕が開発しました GPT 図です チャット GPT プラス以上の方は概要欄からこの GPT 図に飛んでください。これと同じ画面が出てきます。そうしましたら下にスターターがありますので初めての方はここからスタートというボタンを押してみてください。はい。GPT 図の方から作成した動画の内容の概略を教えてください。また 主なターゲット視聴者についても、男女、年齢、趣味などを情報があれば共有してください。概略は必ず必要です。ターゲットの回答がない場合は、GPT が判断して提案します。このようになっていますので、概略を書いてみましょう。僕は最近、スノ AI という音楽の生成 AI、これについての動画が案外多いんですけれども、 それを作ったと想定してここに入れてみます。はい。スの AI が V3 にアップデートされました。特に自由な箇所から曲の続きができるコンティニュー機能の進化を解説しました。いい提案をしてください。というふうに書きます。そして送信します。 はい、このようにタイトル案を10選考えてくれていますどれも素晴らしいですねそして次は「#」ハッシュタグと「概要欄文章」これを書いてくれていますはいそして最後に「タグ」これを書いてくれました ちょっと確認だけしてみましょうそうですねいいのはどんなのかな曲の途中から続けられる SnowAIV3 の新機能をチェックこれ2番目ですねもうちょっといいのないかな7番 SnowAIV3 楽曲制作が革命的に便利にその秘密を大公開、まあ、これなんかも案外いいですね秘密というようなこういうのを訴求ワードとか言います 大公開もその一つです。他のところでもつまんでみますと、完全ガイドとかですね。そして、次世代 AI 音楽ツール。徹底解説。あと4番の最後に書いてます。魔法。こういうような言葉のことを、訴求ワードと言います。これをちゃんと折り混ぜて書いてくれています。そして、ハッシュタグは、 基本的に5000するようにしています。そして概要欄の文章があります。タグもかなりたくさん書いてくれています。はい。ずっと後ろの方まで。約50個ぐらいは書いてくれるかもわかりません。まあ、その前後ということで指定をしています。でも、ちょっと概要欄が短すぎるように思います。そういう時は修正を依頼しましょう。はい。 修正概要欄を倍ほどの文章として再考してくださいこのように言ってみますはい倍ほどにちゃんとしてくれましたね s の AI の最新バージョン V3 のアップデートがついにリリースされました特に 注目すべきは、どの段階からでも楽曲の続きを作り出すことができるコンティニュー機能の進化です。これは音楽制作のプロセスにおいて、創造性の限界を押し広げるものであり、クリエイターに新たな可能性を提供します。この動画では、SnowAI v3 の新機能に焦点を当て、その使用方法、音楽制作の影響、そしてクリエイターがどのように このツールを最大限に活用できるかを詳細に解説します。さらに AI が楽曲制作にどのような革新をもたらすか、そしてそれが音楽業界全体にどのような影響を与えるのかについても探ります。その AIV3 では従来の制作方法にとらわれることなく、あらゆる地点から楽曲を進化させることが可能になります。これにより、 未完成のアイデアも価値のある作品へ昇華させることができるのです音楽愛好家やクリエイターの皆さんにとって SnowAIV3 は音楽制作の新たな地平を開くツールであると言えるでしょう本動画を通じて SnowAIV3 の魅力を存分にご紹介します音楽制作に情熱を注ぐ全ての方々にとってこの新機能がどのように役立つか ぜひご覧いただき新たな音楽制作の旅を始めてください。まあうまいこと書きますねいっつも思うんですけれどもこんな風になんて書けないですよね。ででも俺が作ってある動画とちょっと内容が違うと思うことがあると思います。もちろん編集をしたらいいというのは誰でも思うことなんですけれどもそうじゃないんです。 僕はこの頃半分ぐらいの動画は先にこれをやるんです。こういうような順序立てた解説をすればいいじゃないかという発想に基づけば、この内容を元に動画を撮るというそちらの方が理にかなっているということです。まあ、これは解説動画とかトーク動画、そういう人じゃないと当てはまりません。 音楽ではそういうわけにはいきませんね。先にこれを書いておいてもらってから音楽作るというわけにもいかないですので、すべての人に当てはまるとは言いませんが、こういうふうに先にこれをシナリオのように考えればいいわけです。もちろん GPT ですから、ここからシナリオを作るようにもできます。ちょっとやってみましょうね。ここでいい提案です。よって、 これに基づいてやり直します。いいシナリオを詳細にマークダウンで整理して描いてください。マークダウンというのは、位置、んとかとかいうのとかですね。えっと、タイトルはちょっと大きめにとかですね。そういうふうに、単にテキストというよりも、整形をしてかっこよく出してくれます。それ方が後で見やすいですから、そういう方式で出してもらう。 それをやってみましょう。送信ボタンを押します。ちゃんと大きな文字で書いてくれましたね。まず、イントロダクションから入ってくれます。次のセクションは、素の AI とは。次は、アップデートの主な変更点。そして、その内容の詳細解説。そして、音楽制作がどう変わっていくか、影響ですね。そして、ケーススタディ。 最後の方には話をまとめるというような流れ。これを考えてくれました。この順に沿ってですね、もう一度動画を撮り直す。これも一つなんではないかなと思います。クレジットまで書いてくれましたよ。クレジットっていうのは僕が考えたという意味の名前とかを入れるということです。素晴らしいですね。 今回はこの内容に対してはもう細かい説明まではしませんがこのようにシナリオを書いてくれてそしてそれをまたナレーションまで作ってくれるということまで深掘りしていくことは簡単なことです皆さんチャット GPT 上手に使えていますでしょうかそしてもうここまでどん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 便利になってきたらお小遣いに影響が出てくるかもわかりませんが ChatGPT これに加入して便利な未来を体験してみるというのももうそろそろいいんじゃないか僕はそんな風に考えています。今日はご視聴ありがとうございました。まったねー。